子育て応援番組すくすく赤チャンネル、今週は親子の絆を深める新しいスキンシップ方法をご紹介します。このメガネは水色メガネ。子育て中のお母さんに子供との触れ合い方のヒントを教えてくれる新しいスキンシップ方法があります。それが音のリズムマッサージです。音楽に合わせて親が子供にマッサージやボディタッチをするもので、赤ちゃんから小学生までの子供に行うことができます。寝る前ぐずることがあるんですけど、マッサージをした日は気持ちよかったのか、結構ぐずることなくスーッと寝てくれることが多い気がします。いいも悪いも肌に与える刺激というのは全て脳がキャッチしていくんですね。スキンシップがしっかり取れている子というのは自然に心が育まれていくと思うんです。抱きしめてあげたり、なでなでしてあげたり、触ってあげる、もう小さい時だけではなくって、もう本当に思春期にわたるまで。音のリズムマッサージに学ぶスキンシップのヒント、安心感が育まれますので、お子さんの目を見てしっかりアイコンタクト取るようにしてくださいね。一つ目はアイコンタクトです。肌に触れるときは子どもの目を見ながらたくさん話しかけてあげましょう。ボヨン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 マッサージ。二つ目は擬態語や擬音語を使って歌を自由にアレンジ。ゾウさんが歩くる、言葉に合わせてボディタッチにも強弱をつけていきます。語彙力が広がるような要素を持っているのがやっぱり擬音語擬態語なので、やっぱり親がたくさん擬音語擬態語を使っていくと子どもも自然に出てくるようになるので、普段の生活の中でもどういった音が聞こえる、料理する時もなんかトン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 聞こえるねって、サク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 音がするねとかっていうような擬音語擬態語を使っていくと、もっともっと楽しい子どもとのコミュニケーションができると思います。肌と肌との触れ合いはマッサージの時以外にも、絵本を読む時は子供を膝に乗せたり、体と体をくっつけたりして親子のスキンシップを楽しんでくださいね。そばにいてもやっぱり全く違うことをしているんではなくって、やっぱり触れてあげるっていうことに重点を置いてほしいかなと思います。スクスクアルバム、今週は青龍、風龍、草龍三兄弟とひなのちゃん。